株式会社アドダイスは東京都台東区に本社を置き独自のソロモンテクノロジーに基づき開発した自律型 AI を用いたソリューションの提供や導入支援コンサルティングなどを行っているスタートアップカンパニー。IoT で収集したデータを専門家がどのように判断措置するかを人工知能に学習させ環境制御する特許技術を保有している。 自律型 AI でデラックス。センサーが社会のあらゆるところに張り巡らされデータが押し寄せる時代、あたかも人の自律神経のように情報の一時処理を一手に引き受け、環境を自律制御する仕組みを提供することで安心安全な社会を実現、人々の暮らしを守ることを企業のミッションとしている。ソロマンテクノロジーはアドダイスが独自に開発した人工知能技術、 この技術が実現する自律型 AI は、匠の技と判断を学習し進化し続け、あたかも人の自律神経のように振る舞うことが可能になる。アドダイスは創業以来、この技術に基づき、画像解析 AI、予兆制御 AI、生態環境 AI など、熟練技術者の技と判断を学習し進化し続ける AI ソリューションを提供している。アドダイスの自律型 AI は、 2020年現在、以下4つのラインがある。各々、製造、運送、福祉、医療、農業など様々な分野に展開しており、例えば製造業においては25倍以上の生産性向上、施設管理の大幅な合理化、大学病院と連携した癌の診断支援など、様々な分野で高い実績を挙げている。ホーラス AI、外観検査、目視検査、 画像検査用の AI。異物を検知、分類する自動検品技術である画像検査専用 AI のパイオニア。ホーラス AI のブランド名でサービス展開している。昨今では半導体製造、食品製造、農業、交通、運輸、防犯カメラなど画像解析を必要とする多様な分野からニーズが高まっている。ライフスタイル AI レスキュー AI。 元々は蒸気ホーラス AI によって撮影画像からのがんの発見やフェーズ判断など重症度、重症化リスクを AI で判定する独自技術として開発された。2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大を受け医療用の AI として独立し、ライフスタイル AI、レスキュー AI と命名。COVID-19 レスキュープロジェクトのコアシステムとして バイタル測定スマートウォッチ、レスキューバンドとともに展開。健康管理と未病対策を行う、ヘルスケア AI、医師の判断を支援する、トリアージ AI それぞれに展開している。C ゲージ、環境制御や振動センサーによる、故障予知 AI。人工知能技術を応用した生がうのブランド名で、サービスを展開している。鉄道、施設管理などに導入実績がある。 B センシング、広島に U ターン収納し養蜂家になった松原秀樹氏と組んで、広島発のヨーテックイプロジェクトとしても注目されている。遠隔地の巣箱の病変や女王鉢の不在をキャッチし、養蜂農家の暗黙地を見える化し、効率的な養蜂を支援する。KDDI ラボ第8期に採択された。2020年4月。 新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受けて、アドダイスの AI 技術者、病院、大学など研究機関から有志が声を上げ、AI で新型コロナウイルスの診断を支援し医療崩壊を回避すべく共同プロジェクト COVID-19 レスキューを立ち上げた。テベントで集まったデータサイエンティスト、医師、研究者らによる研究開発の結果、 これまでの自立型 AI、ホーラス AI、新エイジ、B センシングなどで培った技術を組み入れ、レスキュー AI が誕生した。さらに2020年末、バイタル測定スマートウォッチ、レスキューバンドを発表。装着することで、ユーザーの健康状態をモニタリングし、レスキュー AI と連携して、未病の状態を察知、健康管理、未病対策、クラスタ対策など法人、団体、 地方自治体などでの活用を目指し導入実績を増やしつつある。特に感染症が蔓延する時代、健康経営への関心の高まりを受けて注目を集めている。同時に、ウェアラブル IoT を装着した人々の健康データは匿名化されレスキュー AI に集約、また医療現場で医師らが入力する各種診断データも集約されることとなる。これにより、リアルタイムで リスク解析を行い、レスキュースコアを返す。レスキュースコアは、病状を客観的に数値化したもので、より良いトリアージと、医療判断を支援することができる。レスキュー AI とウェアラブル IoT の普及は、罹患者見逃しの防止、医師のキャバシティ底上げ、医療従事者の働き方改革、遠隔医療、非接触医療の普及、大都市、地方の医療機関間での情報、 対応格差是正と医療負担の最適化など医療革命とも言える効果をもたらすと期待されている。レスキュー AI が近未来の医療インフラを歌うのはこの点に立脚している。今日本の医療は健康保険を負担していても実際に発病して病院にかからないとその恩恵を受けることはない。 しかしレスキュー AI によってまだ病気になっていない未病の人も含めてすべてを見守り、罹患、発病が予測されると判断した人に対しては早期に介入し重症化させないようにケアするという理想の医療を目指している。この COVID-19 レスキュープロジェクトは2020年12月25日から開発資金調達のためにクラウドファンディングサービス大手レディフォーで クラウドファンディングを実施。新型コロナ AIIoT のテクノロジーで医療現場の課題解決へ。として300万円を目標にクラウドファンディングを実施。支援者175名を集め、目標を大きく上回る526億6000万円を達成した。参考 AI トリアージで一人でも多くの命を救え。アドダイスは 医師のキャパシティを上げ、医療体制の新しい基盤を作る AI で命を救う取り組みが本格始動。Ready for c ド o ァ d f u n d i n g ご支援者様向けウェビナー、完全収録。ありがとうございます。